毎度ありがとうございます。ヤモリフミです。原神を遊んでいくとキャラのテンプレベルを上げることになるんですが、素材として週1ボスから獲得できる東風の吐息などの育成素材やら、曜日ごとに解放される秘境で獲得できるテンプ本などを使用します。でもこんなことないでしょうか。週1素材がたくさん余っているけど、どんなキャラの強化に使うのかいちいち調べるのがめんどくさいだとか、あのキャラ育てたいんだけどこの素材使ったら他のキャラの強化できなくならないみたいな、まあ私はよくあるんです。なので素材を使うキャラをいちいち調べるのがめんどくさいと思いまして、今回表にしてまとめたので動画で共有したいと思います。はい、ドンと。良ければお役立てください。表の見方ですが、横の素材はヒダリンからトワリン、アンドリアス、タルタリアから取れる素材が各3種類です。縦の添付本は上から自由、高層、私文、繁栄、勤労、黄金で本を獲得できる秘境が開く曜日も加えるとこんな感じになります。使い方としては、例えばアンバーは週1素材が東風の吐息で添付本が自由シリーズ、ウェンティだと週1素材が北風の尻尾で添付本が私文シリーズといった感じに読み取ってください。ちなみに主人公は風と岩ともに週1素材に東風の吐息を使うんですが、添付本がバラバラなので表からは除外しています。近日実装のアルベドに関しては育成に使用する素材の情報を見かけたんですが、運営さんの公開情報なのかリーク情報なのか判断できなかったので今回は紹介を省いています。まあ、さて、まあ概ね言いたいことは言えたので、以降はこの表に関するちょっとした雑談的な内容になってます。役立つ情報になるかはかなり人によると思うので、ふーんぐらいの気持ちで見ていていただけると嬉しいです。で、皆さん添付本って結構所持数偏りませんか？私はモナとジンとレザーを育ててるので高層の添付本が常に足りてないです。逆に勤労の添付本は使うキャラが2体しかいないこともあってガン余りしてて、もうめちゃめちゃ余ってます。で、思ったのが、これ多分課金の度合いによって足りなくなる素材が旅人さんごとに違うと思うんですよね。週1素材を使うキャラのレア度をまとめるとこんな感じになって、東風の吐息が星4キャラが3体、星5が0体、東風の爪が星4キャラ4体、星5 0体みたいな感じでこのずらーっとございまして、で、課金プレイヤーが東風の羽と北風のリングと北風の尻尾が多分足りなくなると思うんですよね。星5キャラにこれらの素材って結構使うので。で、逆に無課金プレイヤーは東風の爪と北風の魂箱、これコン箱なんて読むか分かんないんですけど、これが星4キャラによく使うので足りなくなりやすいんじゃないかなと思います。まあ必ずじゃないと思いますけどね。まあといった感じのこともなんとなくこの表から読み取れると思います。まあ、個人的にはですね、タルタリアから取れるこの声ですか、これを素材に使うキャラを早く実装してほしいですね。素材が余っていく一方なので、まあとまあちょっと余計なことも言いましたが、素材表を作ったのでよかったら使ってやってくださいという紹介動画でした。これからも原神の動画を投稿していくので、気に入ってくださった方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。見てくれてありがとうございました。バイバイ。